明日天気になれ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日はイベント告知です、何のイベントかというと、ナチュラルハイ長山店初めてのポップアップストアを開催します。ポップアップストアって要はメーカーさんとかにこう出店してもらうような感じで、まあ、ナチュラルハイ主催ではあるんですけれども、一部そのままメーカーさんの世界観がやってくるみたいな感じなんですよ。前々からちょっとやりたいなとは思ってたんですけれども、なかなか、まあ、協力してくれるメーカーさんだとかも、ね、簡単にできることじゃないので初めて実現するんですけども、今回ご協力していただけるのがラップさんです。アシテンチャンネルでも何回もお世話になってますね。はい、ラップさんは、北海道札幌市にあるメーカーさん兼問屋さん、なので北海道の雑貨屋さんってかなり卸してるところいっぱいあるんじゃないかなっていうところあるんですが、まあ、その中でもオリジナルの商品がすごいかっこいいんですよね、あのナチュラルハイ長山店でかっこいい重機って大体ラップスさんじゃないですか。そうですね。ね、あの木製とかのやつ、でその世界観がバッとまとめて見れるイベントが開催されると。で時期が6月の6日火曜日から6月18日の日曜日の13日間で、これいつかっていうと手作りマルシェの2日後なんですよ。すごいイベント目白押しですね。そうなんですよ、これはね目が離せないですよ。そうですね、で約2週間ぐらいのイベントになりますので、初のイベントなんですけど今からめちゃめちゃ楽しみです。そうですね、でもなんか私たちは結構メーカーさんのショールームとかお邪魔するので、あのなんて言うんですかね、こう馴染みがあるんですけど、一般のお客様ってショールームとかって行ったことない方がほとんどだと思うので、なんか本当にメーカーさんのショールームに遊びに来てるみたいな、そういう世界観を楽しめるんじゃないかなと思いますね。ねえ、そうなるといいですね、じゃあどんな商品が並ぶかっていうのをちょっと一部なんですけれども見ていこうかなと思います。はい、はい、ではまずこんな感じの椅子も出してくれるみたいです。これねかっこいいんですよね。ですね、なんか展示会で座った記憶ありますけど、多分あると思います、これね見るとね絶対欲しくなるやつ、ですね。でラップスタンドラグ、あいいですね、これね、実物見るとねこれもねめちゃ欲しくなる絶対に。なんか本当に量販店とかにはない感じの、絶対ね絶対に見つからない感じのですよ ね、しかもねそんなに高くないんですよ、これもいいですね。はい、でこのパッチワークのやつ、あはい僕買いました。買ってましたね。いやめちゃめちゃいいじゃないですかこれね。私も欲しいんですよ ね。でもなんか本当引くだけで一発でかっこよくなるんで、そう部屋がもうね一発ですよ本当に。でこの辺りのタペストリーだとかも普段ねお店ではねちょっと扱ってないんですけど、そうです ね実はね展示会で見たりするとすごいかっこよくて、あとこの辺のブラスのものもですね、実物見るとねすごいまとまって見るとめちゃめちゃ素敵ですよね。そうです ね多分ね結構な数見れるはずなん でこの辺はレザー小物かな、これもねいいものいっぱいありますよ。そうですね、この辺のブラスとガラスの組み合わせ、これお店でもちらっと置いてるかもしれないんですけど、そうですね、これねアクセとかをちゃんと合間取って並べたりしたらめちゃめちゃいいんですよ、ウッドも来る。そうですね、まあ、こんな感じのウッドのトレーとかも、おそらくうちで置いてあるやつ以外にも置いてくれるはずなんですよ。でうちだとアカシアっていう木の種類だけなんですけど、多分それ以外の材質のものも今回見れるんじゃないかなって、ちょっとお値段ね高かったりするかもしれないですけど、現物見るとねいやこれ欲しいなって思うと思う、きっと。あのこういう感じの柄物、トルコのやつですか、トルコとかなんかそう、トルコかだった気がしますよ。でしたっけ。この辺もね実物見るとすごいあの可愛いし、いい商品なんですよね。その辺のお店ではあんまり売ってないですよ。そうですね、量販店では絶対売ってない、あとこの辺のカゴ、これもね材質ちゃんとしてるやつって実はめっちゃ珍しいんですよ、売ってるの、これもねそこそこな数見れるはずです、木の細かい細工されてるやつ、これもね見たらちょっと感動するレベルですよ。そうです ねなんか本当に普段あんまり見れないような本格的なものがすごいある感じですよね。そうですね、きっと、
でオブジェ的なものもね、結構可愛いのがあって、百均のことは、ね、当たり前だけど作らないようなテイストとか、そういうのが数多く見れるんじゃないかなと思います。はい、という感じで一部ですけれども、はい、ちょっとちらっと商品紹介しましたが、はい、もちろんね来ていただいて買っていただけたらそれは嬉しいに決まってるんですけど、見るだけでめっちゃ楽しいと思う。そうですね、うん、なんか見てあこういう世界観があるんだなみたいなところから雑貨を好きになってほしいですね、うん、まさにそれ、うん、僕らもすごいラプスさんの商品みたいに感度が高いものばっかりを扱うわけにもなかなかいかないんですよ ね。そうですね。店で表現できてない部分がこうラプスさんがドーンってやってくれることによって世界観の丸ごと味わえるみたいな。そうですね、うん、なんか普段私たちがやりたいけどできないことをラップスさんがやってくれるみたいな、うん、はい、現に僕は本当にさっきのラグだけじゃなくてラップスさんの商品家にめっちゃあるから普通に一ファンなんですよ。あと社長さんがめっちゃかっこいいですよね、うん、そうですね池おじ、うん、すごいこうイベント自体が楽しみです本当に。そうですね、お客さん目線として、うんうん、でも本当にそうですね、うん、ですよね、本当に心躍るイベントになることを期待しております、繰り返しになりますが、ナチュラルハイで開催されるラップスさんのポップアップストアは6月6日火曜日から6月18日の13日間、ナチュラルハイ長山店で開催します。はい、ぜひぜひいらっしゃってください。はい、お待ちしてます。お願いします。